お疲れ様です。ジョニーです。質問に答えます。質問、ジョニーさんがいつも使っているマーチンとテイラーのギターの弦高って何ミリですか？自分もギター始める上で参考にしたいです。お願いします、とのことです。ありがとうございます。ギター始めるんですね。いいですね。一緒に頑張りましょうで、まあ弦高ですね。そもそも、弦高って、まあ、どうやって測るかって言いますと、まあ、一般的には、この、12フレットですね。12フレットっていうのは、この、ブリッジのこのサドルから、ナット、ね、ここの距離のちょうど中間地点になります。で、この、まあ、12フレットの部分でですね、今、すいません、ちょっと専用のスケールがなくて、ミリ単位でしか測れない普通の定規なんですけど、申し訳ない。まあね、今はちょっととりあえずこれで、こういう感じでですね、まあ当てて測るんですね。そうすると、まあだいたい目分量で申し訳ないんですが 2.5 ミリぐらいかな、うん、2.5 弱ですかね、うん、で一弦側の方が、まあ弦が当然細いですから、この一弦の方向に向かって弦高っていうのは、まあ緩やかに下がっていくというのが、まあ基本ですので、一弦側は今2ミリ弱ぐらいかな、2ミリ以上にはいってないですね。はい、6弦側も 2.5 ぐらいで、3ミリとかには全然でいってないんで、はい、2.5 ミリぐらい、かな、うん、まあこれぐらいだったら、まあアコギの一般的な適正弦高の範囲内だと思います。だいたい目安としては6弦側が、まあ 2.5 ミリ、1弦側が2ミリ、というふうには言われているので、まあ、自分の場合はそれ以下に収まるようにはしてます。で、なんでそれ以下に収まるようにって言い方してるかというと、その弦高って絶対変わるんですよ。季節とか、あと気候によって、絶対変わっちゃうので、なのでそんなに自分の場合は厳密には、考えてません。まあ僕がズボラっていうのもあるんでしょうけどね。で、ただし、さっき言った 2.5 ミリとか2ミリをこう超えてきた場合、弦高が高くなったら、やっぱり弦高調整はしてますね。弦高って高くなるといいこと一つもないんで、本当に一つもないです。もう単純に抑えづらくなるし、あと要は、このチョーキング、ね、弦って曲げるとピッチが変わりますよね。で、もうあまりに弦高が高いと、それと同じ現象がこう抑えただけで起きちゃうことになるんですよ。ですから、もうどんなにチューニング、合わせても、コードを抑えるとなんか気持ち悪いぞ、ピッチが変だぞっていうことになりかねないので、さっき言った6弦側 2.5、1弦側が 2.0 っていうのを、まあ一応目安にして、それ以上上がったら弦高調整出すようにしてます。自分ではやりません。怖いから。一時ね、なんかトラスロッドで、ね、ネックとかいじって、弦高調整自分でやったこともあるんだけども、やっぱり、弦高ってね、アコギの場合は、ネックだけじゃなくて、やっぱこのボディのトップの浮き沈みとか、いろいろな要因が絡んでるので、だから本当にネックだけこうやっていじり倒してると、本当になんか、わけわかんないことになりかねないので、まあ、自分はめちゃくちゃそれでギターぶっ壊れたみたいな経験はないけど、弦高調整は基本的には人にやってもらうようにしてますね。はい。で、まあ、高い方には気をつけるんだけれども、じゃあ低い方、その 2.5 ミリ、2ミリ、以下、で、これ低い方だったら、もう弦高はもう低ければ低いほどいい、低いに越したことはないっていう発想ですね。で、ただ、まあ、ギターの構造上ね、当然なんですけど、あまりに低くしすぎると、まあこのフレットに弦がこう当たってビビっちゃうっていうようなことになるので、限度はあるんですが、もう本当に下げられるだけ下げる分には全然問題ない。どんどん攻めてっていいと思います。で、実は僕も昔、6弦側でね、2ミリぐらいまで下げてたことがあるんですよ。これ外国のギタリストのね、真似したんです、してたんですけど、で、自分、弦ミディアムゲージ貼ってるんで、ちょっと太いゲージ貼ってるので、その分弦高もね、ちょっと攻められるんですよ。なので、それでね、2ミリぐらいまで下げたことあるんですよ。そしたらやっぱね、
当然弾きやすいんですが、コンディションの維持が大変で、もう自分のようなズボラな性格なやつにはですね、ちょっと無理でした。で、特に冬場なんかは結構乾燥して、弦高下がりがちなんですよね。ですからもうそうなると、弦がもうビビっちゃって、全然、どこ押さえてもビーン、ビーン、ビーンみたいな感じになっちゃったから、もうちょっとこれ自分には無理だなって思いましてね。まあ、あと自分のタッチの強さっていうのも、やっぱ低くしすぎると、そんなにやっぱタッチ弱い方じゃないので、結構ね、音ビビったりしがちだったから、まあ、さすがに2ミリとかまではもうね、下げなくなりました。だいたい 2.3 ぐらいですかね。どんなに低くても。そこぐらいの間に収まるようにはしてるのかな。普通にリペアラーの方の裁量にね、結構任せてます。その人の考え方もありますからね。だから、結構、毎度毎度、何ミリにしてくれみたいなオーダーはしてないです、なんか。なんとなく調子見て、リペアラーの人も、まあ、この辺ぐらいがいいんじゃないかっていう、その意思を尊重してますね。はい。ですから 2.5 ミリ、2ミリ以下にこう収めてもらってるけれども、それから先は厳密には決めてないです。はい。それはもちろん人によって様々です。もう厳密にこれぐらいじゃないと嫌だっていう人も当然いるだろうし、だから一概に答えというものはない。だから面白い。一応私はそんな感じでやってます。はい。そう、マーチンの方も基本的には同じですね。同じぐらいの弦高になってます。はい。で、さっきも言ったけど、弦高調整は基本的には楽器屋さんでやった方がいい。で、オーダーの仕方としては、もうとにかく下げられるだけ下げてください。で、いいと思います。最初は。店員さんもなんとなく適正弦高知ってるから、まあ、少なくともそこぐらいまでは絶対下げてくれる。本当に一時期の僕みたいに2ミリぐらいまで6弦が下げてくださいとかって言ったら、結構そんな下げちゃって大丈夫ですかとかつって言われる可能性大ですけども、はい、お店の人にね言えば、下げられるだけ下げてくださいって言ったら、まあそれなりにしてくれるはずなので、はい、で大体その時に何ミリ、これ今何ミリなのかなっていうのを自分で覚えておけば、いいですよね。はい。いかがだったでしょうか。はい。ということで、こんな感じで質問をお答えしています。コメントの方で質問される場合は、必ず質問っていうね、ワードを1個入れてください。漢字で。それがあると、こちらもキーワードで検索ができますので、何卒よろしくお願いします。それでは、また、続々質問お待ちしております。次回もお楽しみに。Go, Johnny, go!